そして何でもありのアンリミテッドクラス。ではですね、続いてアンミテッドクラス。アンリミテッド。アンリミテッド。オーケー、オーケー、オーケー。アンリミテッドクラス。アンリミテッドとモディファイドの大きな違いは、まずタイヤの形状ですね。こちらがアンリミテッドのタイヤで、これがモディファイド。比べてみるとタイヤのスコップの部分がアンリミテッドの方が大きいですよね。あと車体本体についてもモディファイドの方が改造制限が大きいですね。エンジンはシボレーの LQ4 でパワーは800馬力です。他の選手ではノスをつけている人もいますが、私はターボだけで十分です。冷却用にはインタークーラーを使わず水を噴射しています。あ、やっぱり水を吹いてるんだ。重量はどれがあります？私を入れれば1500キロですね。なるほど、結構な重量があるんですよね、1500って。そうアクセルが前後で2つついているので、これが重いですね。あとひっくり返っても大丈夫なように全体的にしっかり作っているので重くなります。シートが V の字になってるんですけど、それはなぜ？運転しているとジャンプしたりひっくり返ったりしますよね。その時にシートが V 字になっていると衝撃を太ももと腰で受け止めることができます。サイズも私に合うようにワンオフで作っています。レースを見た感想はどうですか？エクサイト。 Yeah, that's good. では1日目の優勝者トゥールさんの華麗な走りをご覧いただこう。あのライン正解です。あれすげえ。でも、ね、マジすげえ。でもこっからびっくりする。これ降りるからね、今からこれ90度挑戦。すごい。すげえ。それでは今回のメイン最終レース行ってみよう。コースは一直線に頂上付近まで登った後、登り切らずしばらく横に進み、逆サイドのてっぺんを越えるというルートだ。高いよこれ。おい、大丈夫それ？危ない危ない危ない。危ない。あれ登れる人出てくるんでしょうね、多分ね。通過地点の修正は上から人が降りてきて行う。オフィシャルの子供たちが命綱のようなロープを持ってですね、もっと左だ、もっと右だって言われながらコースの幅を決めています。初日優勝のトゥールさんは、さあスタートです。いい踏みっぷり。おいおいおい。さあ諦める気はないですよ。もう一度いきますよ。書いて。おおおおおお。まだ行くから無理なのかな、やっぱりこのレイアウト。そしてドライバーガッツポーズ。雄たけびを上げております。19歳岩金くんは若さ爆発。あ、いいね、勢いがあるね。若いだけある。おー、行きそう。おー、行きそう。あー、やばい。それは危ないよ。おい。転がることに全く恐怖心はないんだろうね、彼には。ぶれないね。うん、もう踏み切ったまま行っちゃってる。気持ちいい、見てて。車直ったからこれが終わったら隣に乗せてやると再び声をかけてくれたドアーさんは、おい。また横転。あれ、カズヤ、あれに乗るんやっけ？もう乗れなくなっちゃったんじゃないの、あれ。
あれは乗せてくれないよね、あの調子じゃね。もう無理だね、多分ね。乗りたくないよね、あれにね、うん。前後でインタビューした長老ウォールさんも見せる。さあ、スタートしますよ。おーい。おお。回りながら親父アクセル踏んでたよね確かにちょうど1回転したぐらいの時でバッバッってちょっとタイミング測って踏んでたよ止めようとしたのかな完全にもう転がる気満々だよね。もう最初の壁を越えてもそこから横に進む体勢を作るのは至難の技で、大体が落ちるかこうして止まっちゃうすげえ角度で止まってます。上の方で止まった場合は巨大重機の登場。引っ張り上げ、再びコース修正。ほとんどさ、走ってる時間よりさ、あいつがああやってる時間の方が長いよなそう、ずっとあれやってるやん。そう、再び競技再開。早い早い、これ早い。おおやばいやばいやばい。ギャラリーは大喜びだが、これでまたコース修正。ぬいぐるみ大クラッシュ男が再びやる。さあ、捨て身の野郎がやってきました。いいね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 、それいいねいいねいいね、いいよ。おお、いいよ、いいよいいよいいよ、いいね。痛い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 。最後にこの最終レースをただ一人走破した2日目の優勝者の走りをご覧ください。とりあえず誰もあっこまでたどり着いてないから、うん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 、それで行った時点ですごいよね。なるほどね。まだね、これ諦めてないですね。見事登場。この会心の一撃で優秀な美を飾った。はい、ですね、2日間による、イベントがですね、今おりました。北栄のね、人たちの本当印象がね、ガラリと変わるぐらい本当にクレイジーだなっていうかね、バカっていうか、うん、何してんのみたいな、まあ本当にね、そんなイベントでした。 D1 グランプリみたいな感じだと思いますよ。選手のことも聞いてても、まあ本当にみんなライバルで、まあ裏ではね、仲良くてっていう熱いものを感じました。登れないって分かってるけど挑戦するんだって言ってたんで、うん、本当にねバカですね次はですね、転がし名人の俺が挑戦したいと思います。だからスポンサー募集中です。みんなどしどし興味ある人は連絡くださいバーイ